宮島ボートレース場駅は、広島県廿日市市宮島口一丁目にある、広島電鉄宮島線の駅。宮島協定場の最寄り駅で、宮島協定開催日のみ営業をする、臨時駅である。ただ、宮島協定は、場外発売も含めると1週間に5日、程度開催されているため駅の開設頻度は高く、開設日が少なく、 利用の機会が限られるというイメージの臨時駅にあっては容易に利用できる。上り列車の案内放送にはこの駅は含まれておらず、営業日は車掌が次は臨時停車の宮島ボートレース場前ですと放送しているが、下り列車の場合は自動案内放送に追加されており、英語での案内もある。非営業日は放送を送ることにより、当駅の案内は流されない。 臨時駅であることから、広電前線で導入されている駅ナンバリングの対象から外れている。宮島協定場は1954年11月に設立された協定場である。当駅は協定場が開設される直前、同年10月31日に協定場前駅として開業している。宮島ボートレース場駅に改称されたのは2019年のことである。 広電西広島駅方面ホームあたり駅はホームが地面に接して置かれる地上駅という形態をとり、2面あるホームは2本の線路を挟み込むように配置されている。以前は互いのホーム位置ははす向いにずれていて、路線の起点から見て、手前に広電西広島駅方面へ向かう上りホーム、奥に広電宮、島口駅方面へ向かう下りホームがあった。 上りホームの宮島口方と下りホームの西広島方の間には踏切がある。線路移設工事に伴い、下りホームが広島側に移設されたため、現在は上りホームと向かい合うように配置されている。上りホームには屋根とベンチが備え付けられ、電車接近表示器及び構内踏切が設けられている。構内踏切は営業時間外には動作せず、 遮断機が降りたままとなる。対して、下りホームには屋根やベンチの類は設置されていない。現在は、上りホームのみ、かつて、宮島線内で運行されていた、鉄道車両専用の高床ホームが残されていて、床の位置が高くなっている箇所がある。駅は、宮島協定上の正門前に位置する。隣駅で、宮島線の終点である、広電宮、 島口駅とは200メートルしか離れておらず、西日本旅客鉄道山陽線の宮島口駅も徒歩圏内にある。ありがとうございます。